札幌駅南口と札幌駅バスターミナル札幌駅北口札幌市の交通については札幌市にある交通機関についての項目 IC 乗車カードは JR 北海道が導入しているキーとか札幌市交通局が導入しているサップカがあるがキーとかがサップカエリアで語り用できるサービスのため注意が必要であるまた1日乗車券や 高齢者の社会参加を促進するための経路優待乗車証や障害者交通費助成として福祉乗車証などを発行している。1992年から札幌市内の地下鉄、資源、バスで利用できる乗車カードとして共通 w i ユ u カードを発売していたが2015年3月31日をもって利用終了となった。札幌市内における JR 仙土線図中央駅は 札幌駅札幌市営地下鉄路線図中央駅は、第2駅詳細は、札幌市営地下鉄を参照。札幌市路面電車活用計画として、路面電車の街づくりへの活用に向けた取り組みが進行中。詳細は、札幌市電を参照札幌エスタ乗車方法は、後乗り前折り小払い方式で、運賃は原則として、整理券による区間制であり、手稲区、南区、 清田区の一部が完全に大記録管制運賃となっている他は210円、240円の肉による区間性運賃となっており、210円運賃のみの路線では整理券を発行しない場合がある。1930年運行開始の札幌市営バスは1990年代後半から段階的に民営バスへの事業移管を開始し、2003年4月には、 萌は営業所とこと営業所所間の28路線を2004年4月には東営業所、新川営業所所間の18路線を移管して事業を廃止した。札幌市では冬期間に長期の遅れが見られるため仙台市や福岡市のような都心集中型のバスダイヤとはなっておらず都心部へのアクセスは一部の路線を除き地下鉄駅での乗り継ぎを前提としている。路線バス 札幌市内で路線バスを運行するのは以下の事業者。北海道中央バス JR、北海道バス上鉄夕張鉄道道南バス、札幌番系都市間バス、札幌駅周辺から北海道内の各都市への高速バス、新千歳空港への連絡バス、観光地などへのシャトルバスが発着している。バスターミナル、札幌駅、バスターミナル、北海道中央バス、 札幌ターミナル大通バスターミナルことにバスターミナル、広明バスターミナル麻生バスターミナル福住バスターミナル、札幌岡山空港2017年3月26日現在、札幌 JGT の経路図市内の北一条橋が国道5号の終点。北一西三交差点は国道12号、国道36号、国道230号が集まる3国道の起点となっている。 関営ホロ内鉄道の豊平川、鉄橋大対象時代の札幌駅1936年の大通公園札幌駅前を通過する札幌市電 A820 型札幌駅、札幌駅前地下歩行空間、札幌市略年表、道路建設の歴史参照。ありがとうございます。